ズラブシャルバスゼアデイシビリは、ジョージアの弁護士、政治家。2008年11月から2012年10月まで、法務大臣を務めた。アデイシビリは、グルジアソビエト社会主義共和国のクバレリ地区にある、ムティスジリ村にて誕生。トビリシ大学法学部を1994年に、卒業後、トビリシの国立法学研究所やオランダの、フロー人間大学にて、 法学の研究を継続。彼は1996年から1999年まで、ジョージア国会にて、大陸法の筆頭専門家を務めた。その後、ジョージア青年法律家協会やリバティ、研究所などの NGO 部門に勤め、短期間ではあるが、弁護士業も開業した。1999年11月、エドアルド・シェワルナゼ大統領を率いる。 ジョージア市民同盟の公認候補として国会議員に当選。アデイシビリはジョージア市民同盟において影響力のある少数派閥に加わった。彼らは改革派と称し、ズラブジワニアとミヘール・サーカシビリの指導の下より急進的に西側寄りの政治改革を求めた。2001年末、ジョージア市民同盟が分裂すると、 アデイシビリはサーカシビリ率いる統一国民運動に合流した。彼は議会とのパイプ役を務め、エドアルド・シェワルナゼ政権に対抗する民主改革派に所属した。2003年11月、無欠のバラ革命により、シェワルナゼ大統領が辞任すると、いわゆる改革派の排除が始まった。アデイシビリは後継政権にて法務大臣。 国家安全省、検事総長、大統領府長官を歴任。閣内における有力者として、ミヘール・サーカシビリ大統領との名友関係を築いた。アデイ・シビリは、野党からの攻撃の的となり、検事総長の在任中は、特に顕著であった。2008年の内閣改造において、アデイ・シビリは、再び法務大臣に就任。 また従来の検事総長室は法務省廃下に組み込まれた。新組織において彼は自由主義に即した刑法の制定を最優先事項とした。2012年総選挙で統一国民運動が敗北し、政権はジョージアの夢連合へと渡った。アデイシビリは法務大臣を退き、手キア兄にその座を引き継いだ。 アデーシビリの法務大臣在任中の業績としては、公共サービス局の刷新が挙げられる。これにより、汚職の大幅な減少や、市民登録及び財産登録の業務効率改善が行われた。選挙後、新政府は、正義の回復と呼ばれる運動を開始し、サーカシビリ政権時代の政府交換に対する刑事訴追を行った。これらの訴訟に関しては、 選択的司法や政治的報復が懸念され、国際社会から大きな批判を受けた。ビジナイバ・バニシビリ新首相は2013年11月12日に、ジョゼ・マネル・ドゥラン・バローズ欧州委員会委員長と会談後、国家のイメージを傷つけ、法の支配を弱める可能性がある。選択的司法の状況は回避しなければならないと述べた。2015年4月、 国際刑事警察機構の事務総局は、ズラブアデーシビリに対する国際手配を取り消した。新たな与党連合、ジョージアの夢の執行部は、サーカシビリ政権を公然と非難し、閣僚を起訴したが、アデーシビリの倫理観や、汚職防止に尽くした姿勢については、部分的に評価した。ありがとうございます。